トップバズミーティングへようこそ。今回のテーマは、作業しなくても3万稼げた理由について、お話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最近報告いただいたみたいで、それをちょっと詳しく聞かせていただいてもいいですかね。このミーティングの2回目か3回目ぐらいに多分言ったと思うんですけど、ノウハウコレクターずっとやってて、で、僕の教材を10月ぐらいに買ってもらってから、コンスタントに5万から10万ちょっとぐらいまで稼げたっていう人がいたんですけど、その方がですね、7月はちょっといろいろあって、作業が全くできなかったみたいなんですけど、それでも、3万ぐらい、トップバズで上がりましたっていう報告をいただきました。それは仕事が忙しくて、じゃあ動画をアップロードしてなかったってことですかね。そうですね。体調は崩したりとか、仕事があったりとかっていうので、動画をゼロ、1本もアップロードしなかったみたいなんですけど、一本も？そうですね、もう放置してましたって言ってたんで。じゃあ放置し、ほ、放置、まあちょっとタイトル考えます。じゃあ、トゥードゥの作業、もうゼロってことですよね。ゼロっすね。へアカウントも3アカって言ってたんで、ー。増やしてはないって言ってましたね。じゃあ、過去にアップロードしたやつが、再生されてみたいな感じかな。そうですね。その3アカって全部0.2円なの？0.2円ですね。だよね。へえ。これ、俺もトップバズやる前までは、分かんなかったんだけど、過去に、アップロードした動画も、なんだかんだ言って回ってチャリンチャリン行ったりするじゃん。それって、やってない人、は分からないと思うんですけど、自分がそのやってきた感覚としては、大体そのやらなかったとしても、放置するアカ、なんか、単価下がっちゃって放置するアカウントとか出てきたりとかするでしょ、やっていく過程の中で。それでも単価下がったとしても、全くゼロになるまでにどれぐらいかかるって、おかしいか、表現が。なんかその収益がもう本当に何もゼロみたいなアカウントになるまで、どれぐらいその収益感覚的に出る？僕が前、60、70いかないぐらい稼いで、ダメになったアカウントがあるんですけど、それは結構2万ぐらい引き出しましたね。落ちてから。落ちて今から何もせずに2万ぐらいは。で今は、今もまだ上がってる、そのアカウントって。そのアカウント、今はちょっとわかんないですね。見てみます。ちょっと見てもらっていい？はい。俺もだから結構その単価下がった後放置してて、ずっと放置してるやつが、多分ね、はい。半年ぐらい放置してるとゼロになるかなって感覚かな。ああ、はいはい。感覚的に言うと。そうですね。大体、そんぐらいで、コンテンツの、ストックの量にもよりますけど。今も上がってますね。マジで？はい。これ多分、12月か1月ぐらいにダメになった。2月かな。2月前ぐらいにダメになったアカウントなんですけど、そこから今、昨日が12円で、おととといが10円、9円、18円、18円、23円、18円みたいな感じですね。マジで？じゃあ今度そのアカウントが、もう放置プレイのやつのスクショもちょっと送っといてもらっていい？はい。今これ7314円溜まってるんで引き出せますね。マジで？じゃあその収益の7000溜まってるやつも、はい。入れてスクショ撮っと送っといてもらっていい？はい、わかりました。なんかまとめて、それプラス、なんかまとめて、結果が出てるやつとか、見栄えいいやつも送っといてもらえると。いろいろ整理して、この後送ります。お願いします。はい。じゃあ、すごいね。ということは、ずっと、今8月、今収録日が8月19で、はい。アップロードしなくなったのはいつ？アップロードしなくなったら1月とか、2月ぐらいですね、これ。2月だから、3、はい。4、5、6、7。5ヶ月ぐらいじゃもうアップロードしてないってことだよね、5ヶ月以上。そうですね。1、10、100、1000万、10万。2月がこれ、このアカウントで10万4000円ぐらい引き出してるんですよ。
で、3月が5万5900円とかなんで、多うん。分この辺りで下がりましたね。ああ、じゃあそのなんかそのアカウントの収益を出した履歴とかもスクショもらっていい。で、今現状として、まあこのアカウントをアップロードしてないけど、こんな感じですみたいオッケーです。な。うん。いやー、すごいね、それは。そうっすね。そのアカウントって大体どれぐらい動画アップロードしたの？ああ、これ多分今すぐに多分一覧出ないと思うんですけど、うーん。どれぐらいですかね。多分300いかないぐらいだと思いますね。ああ、じゃあまあまあアップしてるね。そうっすね。まあ300本ぐらいですね、多分。うーん、なるほどね。じゃあもう、ずっと収益出て、結局その積もりに積もって今7000円ぐらい溜まってると。そうですね。へえ。よかったね。てか僕もこれもう終わってると思ってたんで、いや、ちょっとびっくりしましたね。今日言ったからお小遣い引き出せるじゃはい。ちょっと9月の頭に7000円お小遣いが 入ってきますね。ん。トップバズ、俺最近その収益出してないからあれだけど、引き出し期間っていうのは変わってない？変わってないですね。2から、5ぐらいまでですね。2から5まで。なるほど。じゃあ9月になったら引き出し申請して、で、引き出し申請したやつって末に支払いだっけ？ペイパルだと15とかですね。で、銀振りだと末ですね。30とか29とかです。俺ペイパルアカウントも削除されちゃったからな。そうっすよね。なるほどね。まあ、俺も昔ペイパルやってたから、その時は結構ペイパル早いよね。そうっすね。なんで結構半ばぐらいで来るんで、ありがたいっすね。だからなんだろうな。今そのトップバズっていうプラットフォームが出て、2年ぐらいかな。多分もう2年ぐらいだよね。おそらく。そうだですからね。まあ実際ずっと収益がこう振り込まれてるっていう状態が続いてて、まあ今後そのなんか多分これ聞いてる方で本当にトップバズって稼げるのかっていうところと、本当に振り込みがあるのかっていうところだったりとか、まあ不安の方はいらっしゃるかもしれないですけど、まあ実際振り込まれてるんで、今現状と。多分振り込まれないところ多分な、まあ、な振り多分おそらく振り込まれなくなったら、まあ信用がなくなっちゃうから、トップバズが終わった時だよね、それは。そうですね。まあ、聞いていただいてる方は、まあ、現状として振り込みはありますんで。で、まあ、ちょっと話のテーマに戻すと、まあ、トップバズって、まあ、実際にその、トゥードゥの作業は必要だと思うんですけど、まあ、実際にその、報告いただいた通り、作業しなかったとしても、過去のストックが回って、実際お金になったりするわけじゃないですか。これってなんか、大学生の、まあ、友達がアルバイトとかしてて、自分もまあバイトもしてるわけじゃん、塾の講そう師でみすたいね。な。なんか普通の話でありえる、これって。いや、ありえないですね。ありえないよね。例えば3万稼ぐって言っても、普通だったらバイト何やんだろうな。大学生の時給っていくら、だいたいバイト。僕のとこはあの地方なんで、すげえ低いですね。だいたい800円で、800から850ぐらいで、よくて900ぐらいですね。なるほどね。じで、ゃ都会だとまあ1000円ぐらいであ、すね。じゃあ800円だとしたら、10時間働いて8000円でしょ？そうですね。じゃあ30時間働いて3パー2万4000か。じゃあ30時間で2万4000だから、まあ35ぐらい。そうですあ、ね。3万36。だと。それ、まあ何もしなくても3万だもんね。まあいいよね。てかで、まあ、なんかネットビジネスで3万って言うとなんかちょっとしょぼく聞こえるけれどもさ、なんかその、例えば昇給3万上がりますっていう話にも行くと、多分昇給3万ってなかなか難しかったりするし、まあまあまだ大学生だからさ、社会人経験はないわけじゃん、就職して。そうですね。多分まあこれ聞いてる方でサラリーマンの方で働いてて、昇給3、じゃあ今働いてる会社で、何か頑張って3万円をプラス給料に入れてもらうためって結構大変だと思うんですよね。そうですね。
だからそれをね、やっぱ、何もしなくても入ってくるって言ったら、これラッキーだよね。はい。まあこういう世界って今はなんか当たり前に多分なってると思うけど、なんか体験してみてどう思う？なんかよくあるじゃん、ネットに。なんか何もしなくても稼げるとか、ワンクリックで稼げるとか、なんかいろいろなキャッチコピーがありふれてるわけなんだけど、まあ実際そのやった結果があるから、まあこういう収入がね、まあ発生するわけなんだけど、実際、まあ発生してるわけやん。それを見て体験して振り込まれたりとかして、感覚的にはどんな感じ？そうですね。まあもう結構、まあ慣れたので、最初はすごい驚きはあったんですけど、でも、やっぱりすごいなと思いますね。やっぱ今まあもちろんその、無労働でやったわけではないので、まあ、別に何ですかね、不労所得ってわけではないですけど、まあ自分が頑張ってアカウント作った、まあその、何ですかね、残りがというか、を、まあ据えてるっていうのがすごく、まあ嬉しいですね。一番最初はどんな感じだった？一番最初は、もうすごかったですね。だって、僕、バイトで10万稼ごうと思ったら結構大変なんですけど、バイトで10万、まあまあ大変だね。僕だったらトップバズで10万稼ごう、簡単だなと思って。なんで、トップバズ結構やってましたね、最初は。もうずっとガンガンやってって感じですね。まあそれは驚くよね。だバイトで10万稼ぐってまあまあ、入れないといけないもんね。そうですね。まあ今は塾なんでちょっと高いですけど、当時飲食やってたんで、800円とかだったんで、なかなか800円で10万稼ごうと思ったら結構きついんで、結構入れないと、シフト入れないとダメだよね。そうですね。当時まあど、と、入れと、なかったりもするんああ、そっかで、そっか。なるほどね。なんでやっぱり学生で月10万、まあ稼ぐってなったら結構自分の時間使うしかないと思うんで、やっぱりこういうので10万、まあ同じ10万だったらこういうので稼いだ方が、まあいいなとは思いましたね。なんか俺もさ、まあかなり昔の話だけど、ネットでそのお金を稼ぐっていうイメージがない、体験したことがないからさ、なんかまあ今も本当にもう分かってるからさ、なんかうまくその当時の話をうまくリアル感出して話せないけど、なんかそう言われても、なんか雲の上の話、多分これ聞いてる方もね、おそらくなんか雲の上で「ほー」みたいな「へえ」みたいな感じの人が多いと思うんですけど、これやっぱ体験しないと分かんないよね。そうですね。僕も今ちょっと偉そうに言ってますけど、本当に一番最初、このネットビジネスした当時とかは本当に5万もすごいなと思ってました。だからなんか全部が雲の上というか、ネットでそもそも収入が上がるっていうのが、なんかそのリアル感がないじゃん。そうですね。なんか働いて、なんかタイムカードを押して、よし給料入るぜみたいな、そのなんか充実感というか、なんかリアル感はそこに存在するんだけど、ネットでちょこちょこカチカチやって、なんか収入が発生するって、なんかあんまリアル感ないじゃん。そうですね。だから誰とも会ってないしさ、なんかパソコンでちょろちょろやるだけじゃん。まあそうっすね。だから普通だったらさ、会社に行くとかさ、バイト先に行くとかで、今日おはようございますとか、お疲れ様でしたみたいな超リアル感あるじゃん。だそういうのないからさ、なんか、すごい、なんか不思議な感じだよね、これ収益が出ると。そうっすね。なんか逆にこんなんで稼いでいいのかなみたいな、逆になんか罪悪感というか。いや、ほんとそうですね。だから多分ね、まあ僕はもうこれがデフォルトになっちゃったから、まあ今はないんですけど、なんかそういうの罪悪感とかあった？そうですね。最初の頃は罪悪感というか、不思議な感じありましたね。例えば朝起きて10時とかに、ちょちょちょっと30分ぐらい作業して、で、出かけて帰ってきたら1万入ってるみたいな時もあったんで、やっぱそういう時って、おお、すごいなというか、働いてて1万もらうんじゃなくて、朝ちょちょちょっとした作業が1万になってるっていう感覚が、なんかこう、不思議な感覚でしたね。違うことしてたのに、それがお金になってるっていうか、まあ生きてるだけでお金になるじゃないですけど、なんかそんな感じの感覚があって、なんか不思議な感じでしたね。だからまあこれ聞いてる方は本当ですね、多分いくら聞いても多分自分で体験して結果が出さないと、多分
ずっと雲の上の話で、へえ、そういう世界があるんだ、で終わると思うんで、もう本当に自分でリアルで体験し、リアルというか、その体験して振り込まれるっていう、あ、こんなんなんだっていうのを体験してほしいですね、まずは。多分それがないと、多分前に進めないのかなっていう。そうですね。だから僕のコンサル生で一番稼いだ、その1億ぐらい稼いだ子が、ランボー乗ってる子が、前、今年かな、会って、まあ、対談も取ったんだけど、まあ、その子も言ってたのが、まあ、結局その自分で結果を出して体験しない限り、やっぱりその、前に進まないというか、まあ、なんか本当の成功というか、そういうのは手に入らないですよみたいなことを、なんかランボルギーニ乗りながら言ってたからさ、めっちゃ説得力感あるなみたいな。 説得力ありますね。隣でね、ランボ運転して、なんか、まあ、こういうことなんですよみたいな、なんか偉そうになったなみたいな。 だから本当、小さい体験、結果、小さい結果を積み上げてって、それを、あ、本当にこうなるんだなっていうのを肌で感じていただかないと、だいつまでたっても多分前に進めないと。多分ノウハウかコレクターになっちゃう人って、多分ノウハウ買って結果出してないんですよね。その方ってノウハウコレクターだったわけですよね、最初。そうですね。そのノウハウコレクターの時って、なんかその時の当時の話って聞いてます？その方は、まあ、2回か3回ぐらいに言ったんですけど、なんかちょこちょこ、例えばアフィリエイトで、なんか2万ぐらい稼いでやめたりとか、転売で、なんかこう、アイコス追っかけて走って、ああ、なんそうか、そうそう、言ってたね。そうですね、単発で、まあ、何十万か稼いだけど、すぐ次に行って、みたいな感じっていうおっしゃってましたね。ああ、なるほど。まあ、その一点に絞れてなかったっていうとそうこでろすかね。な。なるほなんか、ど。そのトレンド追いかけてみたいな。で、やめてみたいな。っていう感じのノウハウコレクターって言ってましたね。ああ、なるほど。まあ、多分、じゃあ、トレンド型ノウハウコレクターと、あと、何型があるんだろうな。ノウハウ買って満足型みたいな。なるほどね。なんか、このトップバスミーティングでもちょっとお話ししてるんですけど、このトップバスフォーミュラでを踏み台にしていただいて、まあ、最終的に多分、ネットビジネスで100万とか、そこを目指したい人が多いと思うんですね。であるならば、ここでまず結果出してもらって、その情報発信の方に僕は移行してほしいなと思うんですけど、いかがでしょうか？そうですね。それが一番やっぱりいいですね。やっぱトップバズ発信するっていうこともできるし、まあ、他のこと発信したかったらしてもいいんですけど、やっぱり分かりやすいと思うんで。そうだね。あとはそのメディアができると、違う商品も売れたりとかできるんで、まあそうですね。直近でね、新商品ね、出して、2万円で出して売れたんだもんね。そうですね。まあ、あんまりあれなんですけど、そう、まあ、2万で出して売れましたね。ちょっとアンダーグラウンドの稼ぎ方をね、またちょっと出して それが売れたと。なんで、まあ、やっぱり YouTube 媒体あれば、まあ、何でも売れるというか、そうだよね。まあ、僕自身も何でも売ってるんだよ。なんかこっちがいいよっつって、今度こっちいいよって、もうずっと売りまくってるんで、まあ全部いいんですけどね、僕が出すやつは。吉谷さんが多分一番こういい例というか分かりやすいと思うんで、僕はいろんもう、なもん売ってて。だから結局そのメディアを持ってるとやっぱ強いんで、例えばなんかその、ジャパネット高田もなんかいろんな商品扱うじゃないですか。まあ、テレビショッピングって基本いろんな商品扱うじゃないですか。でもそこのテレビショッピングの視聴率が全くゼロだったら、どんな商品扱っても売れないじゃないですか。でもテレビショッピングでいろんな商品がどんどん売れてく理由って、視聴率があって、そこになんか見てる人がいるからですよね。だから見てくれる媒体作れれば、テレビショッピングができるって一人で。だからこれ最強かなって。まあ今回僕もそのと自分で商品を出すんじゃなくて、このジョイントしてこう出すんで、僕が商品作るわけでもなく、大学生の子がトップアスフォーミュラっていうのをやってくれるので、僕すいません、完全ノータッチなんで 大大丈夫丈夫でだす。よね、僕完全といけるよね、サポート。はい、まあ、いけます。別に僕もサポートやれないことはないけどさ。
もうやりましょうみたいな。はい。やりましょう、コンサルになっそうちゃう。そうそう。はい。まあ、ということで、まあ、今回その何もしなくても、作業しなくても3万稼げたっていうのはちょっとお話しさせていただいたんですけど、なんかまとめるとなんか一言ありますか、最後。そうですね。まあ、よく何もしなくても稼げますっていう、まあ、謳い文句あると思うんですけど、まあ、確かに探せば世の中あるかもしれないですけど、やっぱりその何もしなくても稼げる理由っていうのがあると思うんで、まあ確なんかていうんですにかね。ね。今回のその放置で3万稼いだ人も、ちゃんとしたこうサムネだとかコピー、タイトルとかをちゃんとしてたから多分回ったと思うんですよ、過去の動画が。なんで、それもしてなかったら多分3万も回らなかったと思うんで、やっぱりそういうのもあって回ってるんだよっていうことをこう、なんですかね、感じ取ってほしいかなっていうのは思いますね。なるほどね。まあだから、そのキャッチコピーだけに惑わされるんじゃなくて、じゃあなぜそれが収益出るのか、何もしなくても結果が出たのかっていう、そこの深い部分を知れってことかな。そうですね。で、大事なところは、まあ、カスタムサムネイルだったりとか、タイトル選定だったりとか、まあ、トップバズフォーミュラで教えてることをしっかりやりましょうってことだよね。そうですね、まさにそうです。はい。ということで、まあ、聞いていただいてる方、まあ、そろそろ、今月末、トップバズフォーミュラ出しますんで、販売日なんだけど、俺が考えてるのは8月の、8月3、29、30、31、この3日間でご案内しようと思うんですけど、大丈夫ですか？はい、大丈夫で大丈夫す。ですか？で、まあ、これ聞いていただいてる方、僕の LINE の方で、販売の方しますんで、29、30、31。で、今回は直売りじゃなくて、お問い合わせフォームに興味ある方はお問い合わせまずしてくださいということで、お問い合わせいただいた方に、個別で、ご案内していくという形になりますんで、興味ある方は、まずは無料でお問い合わせいただければいいんじゃないかなと思います。はい。では、今回ですね、のテーマはこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。